はい、どうも、サイコパスです。はい、どうも。サイコパスです。お前は普通やねん。はい、どうも、人間です。はい、どうも。サイコパスです。ということで、我々サイコパスズということで、俺だけ違う。前回の動画で、あのサイコパス診断やって5人サイコパスやったじゃないですか。そうなんですか。で、あのその動画の時にとあるメンバーが言ってたこと覚えてますか？違う。高野はオクトパスと。はい、なので今回はオクトパス診断をやっていきたいと思います。イエーイ、全員で。では皆さん、誰がオクトパスか予想してからオクトパス診断やりましょう。あー、これはもうマリアな。じゃあみんなせーので言うよ。せーの、はい。お前タコのにすんな。お前じゃあ、弥生ちゃん、当てはまった数を教えてください。高野1、弥生ちゃんは少しオクトパスです。あー、少しオクトパス。少し、まあ、足が 2,3 本あるということで。高野、全然タコちゃうんやけど。じゃあ、続いて、じゃあ、ベル君。お、わかりました。お、0。ベル君は人間です。人間でした。よかった、人間のサイコパスです。じゃあ次、ジャック。ジャックは？ああ、ジャックも。ああ、ジャックも人間。ジャックも人間のサイコパスです。じゃあ次、シャニパ君。シャニパ君。シャニパはちょっとオクトパス。シャニパ君はちょっとオクトパス。シャニパちょっと、まあ、ちょっとヌルヌルするということで。じゃあ続いて、みかんじ。ちょっと待ってな、みかんじな、やってないねん。みかんじ、やってくれへん。タコンのさん。一問でした。タコノさん。あ、タコノさんは多分次の動画タコノさんとして出てくると思う。これ新しいの見つけて、こっちのどこかのシーンながんねんか。何これお前。これにな、の性格ビレーション、うん、あの名前入れたらさ、できんねんか。オクトパス死んだ。これね、どうちょっとやろうよ。リンク送ってよ。いやけどそれさ、あの全員分の名前でやってみてよ、順番に。あ、ちょっと入れて、一個ずつ入れてくな、タカノから、うん。結果出ました。ちょっと待って、今頑張ってる。頑張って。ベルさんのとこど 100% 立派なタコ、おめでとう。やっちまったな。ベル、お前タコやったんか。お前タコやったんか。これは自分ではあんまり覚えてない話なんやけど、うん、幼稚園の頃に、あの、うん、七夕でタコになりたいって書いたらしいよ。なや、その癖の強すぎるエピソードトーク。幼稚園児のこのタコになりたいって短冊がなってたやん。おめでとう、なれたやん。10年越しぐらいに。はい、はいはい、全員できました。お、いいですね。じゃあ順番にお願いします。お願いします。じゃあまず高野さんから、はい、高野さん、高野さんはね、まさかのマイナス 50% なんですよ。おー、足はイカなんですか。僕イカだったんですか。イカ、まさかのイカの。ちょっと待って、イカさんだったんだ。はい、はい、で、あのみんなもご存知、あのこれね。お前最高やな。で、次のやつで、次弥生、ね、広告。弥生ちゃん、まあ、足は3本あるんやって、弥生ちゃん。言った通りや、ほら、足3本ある。弥生ちゃん、足3本でした。3本はあるか。やっぱちょっとタコやったな。やっぱちょっとタコやった。あの、ジャックさん、ジャックが 50% なんですよ。おお、ジャックの方が確率高いんや。お前、軟体動物やったん。マジか。軟体動物やったんや。タカノが1って言ったのは、タコ、タコ、カ
と思ったらイカやった。ああ、その位置やったんや。当てはまるのが。で、あの、サニーパーが 0% っていうね。わあ。おサニーパーは人間と。よかったよかった。タコじゃなかった。見事にばらけてるね。なんでここ軟体生物しかいいんや。ところでみかんじは。さバスの感じ。俺なんやけど、俺驚きな、謎に90%もあるねん。お前ほぼ、もうそこまで来てない、ね。お前みかんの部分のせいでちゃう。あ、そうかもしれん。みかんかぶってるからちゃう。ここイカかタコかどっちかなんか。わぁ、6分の5サイコパスで6分の5軟体動物。これまずいですね。いやちょっと。次から。高野さん、はい、私の本名で 100% でした。お会しましょう。高野さん、あなたすごいですよ。何ですか。あなた本名で言ったら、うん、マイナス 100% やった。俺もうめっきりイカやん。お前は 100% 以下や。